朝岡人氏は、日本の管理、政治家、実業家。岡崎市役所職員として、戦災復興と都市計画事業に大きく貢献。また、岡崎市女役として3期12年にわたって、竹内教授、大田工事姿勢を支えた。愛知県議会議員を一期務めた。愛知県ぬかた郡、広畑町大技以賀に生まれる。両親は、岡崎町大技松本で、沖 朝岡を営んでいた、東京実業高等学校を2年で中退。19歳の時に豊橋市の騎兵連隊に入隊。1929年、母親を心臓病でなくす。生き粗した朝岡は除退し、カラフトの造林会社に活路を見出した。森林から伐採した木材を積んだイカダに一旦乗った以上、イカダをつなぐ一本の綱が切れたら一貫の終わりという、 過酷な仕事に、どこを、どうしても貫き通すつもりで打ち込んだものの、会社の事業不振から2年足らずで内地に引き上げる、こととなる。27歳の時、市内元の未町の岡崎食府株式会社に入社。人事係に配置される。労働運動の盛んな頃であり、 運動家の専鋭分子たちに神社に一人で呼び出され、お互いに労働者でありながら、女工さんや職工職員が少しでも人間らしい、生活をしようとして立ち上がれば、君がすぐ邪魔をする。少しは恥を知ったらどうだと凄まれたこともあったという。繊維会社時代は、黒柳九太郎社長の下でよく鍛えられたという。1936年、黒柳の会社を退社。4月に、 岡崎市役所に採用される。1945年2月、防衛課長就任。同年7月20日未明の岡崎空襲においては、死亡空本部の監視省庁として、視聴者を戦火から守った。1946年4月、建設課長就任。1948年2月11日、岡崎市消防庁就任。なお、 岡崎市消防本部はこの年の3月7日に発足している。1954年11月10日、編纂者の一人として携わった岡崎市戦災復興誌が観光。議系の太田浩二1955年4月に竹内教授が岡崎市長選挙に参戦。同年6月、手腕と功績を買われ、助役に抜擢される。戦災復興とこれに伴う、 都市計画事業推進のほか、数多くの近代工場の誘致に尽力した。1959年4月、議系の太田工事が市長選に立候補し、4千を狙う竹内を破る。1967年6月28日、人気満了により、助役を退任。退任後は、名鉄グループが、出資設立した構成通り西の西三河総合ビル。 岡崎陸運株式会社を前身とする岡陸タクシーの各代表取締役を務め経済界でも活躍した。1969年7月に名優の坂木原金之助県議が脳卒中で倒れると周囲から後継者として出馬を進められるようになる。議系の太田市長が4000出馬の意思を固める前に運動を開始。1971年4月11日の 愛知県議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し初当選した。なお、4月25日には市長選も行われ、大田は全県議の内田義久に敗れた。県議選の結果は以下の通り。当日有権者数13万7526人、最終投票率 71.50%1975 年の県議選は出馬せず、 一気で退任した。1981年11月、地方自治の発展に尽くした功労で、訓後東髄法賞を受賞。1983年3月22日、脳血栓症のため、三島内科病院で死去。76歳を打つ。朝岡が助役在職中に手掛けた、工場誘致の実績は、以下の通り。ありがとうございます。